さあ行きますか、宇田川町。ちょっと楽しみですね。まあ、メッシはそっちで食えばいいか。初めてのエリアですからね。初めてのショップとかもあると思うので、どっから行くんやろ。あー、こっちなんや。はい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 、ここね。今までこっちからあそこの狭いところですかね。ここか。前壁があって、ヨシュアとかと出会ったところかな。あれ、こっちなの。そっちじゃねえな。ん、いや、宇田川町路地裏合ってるか。あー、来てんのか。来て、来た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 。よし、さあ、そうですね、多分そう、グラフィティ、そうそうそうなんですよ。検索キャット、そうですよ。何年か前渋谷で有名だったアーティストですな。現在活動休止中、はい、グラフィティも上書きされた。そうなんだ、そうなんや。よし、まずは食うか。ちなみに青はおるよ。あ、なんか色おかしい。やるか。待って、これ、あー、しまった。何が相手で、片付けるだけだ。ちょっと色違った。あれか、逃げようったし、あれですね。気をつけていきましょう。やりたかったっすね。くだらん計算だ。調子いいじゃん。よいしょ。ナイス。すいえ。すいえ。えぐ。近づいたらえぐい火力。どう？連打だ。倒せ。どう？行きました。倒せ。俺たちの勝つだ。めちゃくちゃ食らった。サソリだけはあかん、ほんまあかん。今の林道の攻撃で吹っ飛ばせるかなと思ったんですけど、ダメでした。あ、ちょっと待って、バッジ変えてるわ。あんまりなめっぱ良くないと思いつつも、よし、ちょっとさっきショップ、多分行ったことない服屋さんとかもあると思うから。おー、ダークチョコレートパフェ、ルビーチョコレート、センスが上がるな。アタックは上がらんけど、センス重視でいく。センスも大事だと思うから。うわ、めちゃくちゃ腹膨れるこれ。えぐい。まあそらそうやね、850やもん。いただきまーす。なかなかいいじゃん、うん、センス上げ上げ。まあまあ服も買いますからね、センス上げとこうか。ここはレコード。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。俺。はい。ネオミックス、ネオミックスってなってる。前もあった曲ですよね、これ。多分。ネオミックス、ネオミックス。ありがとうございました。服屋さん、何の服屋さん。うわ、モノクロ。いらっしゃい。あー、モノクロが好きなんや。おっと、来た。飛び出し注意、最高記念。うわ、すげえ。ランダムで物体引き寄せ、 L スティックで転がしながら攻撃する。いや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 、めんどくせえなこれ。すごいね。けどこれを動かそうと思うと結構大変っすよ。ZR でホールドしつつ L スティックで動かす。そんなもん戦闘中にやってられへんけどな。モノクロ回復量アップ、回復量アップか。リゼネに関してもいいのかな、効果あんのかな。ありがとうございました。どうもです。リンタロウさん入りましたかね、関係性の中に。一応確認しておきますか。ここはホワイトデニム、ナチュラルパピーはガード OK。 来てんね、ここ来てんね。プリント T シャツとか、よしよし、来てんね来てんね。ウムファングとガラガラ、あとはここ。あー、レコードね。ディラトン、何それ、ディラトン。ディラトン。
クエストでまたアイテムと交換できる。優先者のやつら何回か戦ってるけど、もう関係性はこれ以上更新されることはないのかな。オッケー、集中だ。お、豚っぽい声がする。どっかおるな。ブーブー、どっかおる、どっかおる、どっか豚おるわ。これはどこやろ。集中だ。ブーちゃんの声がしますね。結構集まってるじゃん。なんか先立ってる。もう少し進みますか。ちょっと待ってよ、ブーちゃんがね、どっかにブーちゃんがおるのよ。スキャンするぞ。あっちか。いや行きたくないな、ちょっとブーブー。あ、おった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 。スキャンするぞ。ブーちゃんやろうぜ。仕方ねえな。特殊ブーちゃんの可能性がまあ高いので、またちょっと様子見ながらっすね。いけるいける、いけるいける。一匹よ。通常ブーちゃんか、いけそうか。まとめてクラッシュ。倒せそう。ラスト尋常のため。いったね。特に特に何もない。ただバッジ落とさんかったか今。よし、この調子だ。落とせ落とせ。オッケー。ありがとうございます。よし、じゃあイベント行きますか。話す。さあ、全員まとめて戦うのか。連絡来た。いや、待たせたな。這い上がりバトルが始まるぜ。ほん、トップを取ったツイスターズには真の根性を見せてもらわないとな。根性だと。何さあ、ツイスターズを叩きのめせ。一人倒せば3エリア制圧分のビッグなポイントが入るぜ。そんなルール聞いてないし。マジか。わかるよな、やりようによっちゃトップも可能だ。うっそ。逆にツイスターズ、逃げ回ってもいいが、やつらを倒せばさらにポイントをゲットだからな。トップを確実なものにしたきゃ、やつらを返り討ちにしてやれ。オッケー、望むところでございます。ふん、面白そうじゃない。何人やればトップ位置か分かってんだろう。全員だ。そうだ、クラッシュだ。行こう。どういう感じで、どんどんチェーン、どんどんチェーンしていくってことなのかな。一戦一戦終わりますよね多分。その説明がないから、ただレート上がってないんで多分終わると思うんで。あとはザコノイズが来るかどうかです。ザコノイズが来るかどうか。上手決める。打っときましょうか。悪くねえ、いい感じです。はい、食らうかよ。つえ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 。おし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 。狂いますな。狂いはない。ほいっと。行きます。一気詰める。くだらん計算だ。調子いいじゃん。ちょっと爆弾がちっちゃいのはこれレベル上げ中なので。はい、悪くねえ、完璧、全力がついてきな。はい、こういったな。くだらん計算だ。俺を誰だと思っている。あんま聞いてないね。鳥かごの中にいて、鳥かごのこのビリビリにぶち当てることによってダメージが多くなるってことですよね。で、大型の敵とかはすごいいいんでしょうけどね。ほいっとな。聞いてる聞いてる、めっちゃ聞いてる。くだらん計算だ。調子いいじゃん。
ついてこい、電圧上げるぜ。ともなみ様、もうこれで終わりかな。よし、ナイス。まあ、特にやばいことはなく時間がかかるだけ。おっと、ドロップレートが跳ね上がった。片付けてやるぜ。こいつらは剣で切るような攻撃でしたけどね、まあ大してやばくはないと思います。でもまず集中攻撃続けていこう。一回ある程度落としとくっていうことが大事よ。そう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 。そしてどくらせる攻撃パターン一緒かい。しょっぺーな。ちょっと溜めてからいきましょうか。すごい。オッケー。よくとよろしく。続けていこう。ともなみ様、ナイス聞いてる。よいしょ、ナイス聞いてる、ナイス聞いてる。さあ、キル。どこだしな。全力でついてきな。ナイスです。あとはナギちゃんに倒してもらうか。よし、倒したかな。オッケー。はいはい、ナイスタイミング。援護する。俺を誰だと思っている。鳥かご。あそこから出れなくなって勝手にダメージ食らうと。はい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 。あんまり好きじゃないな。あそこでまあやっぱり林道でボン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 って壁押し込むのが一番強そうっすね。肩鳴らしにはちょうどいいか。今さら肩鳴らしですか。まずは一体集中、一体集中。調子いいじゃん。ナスポイントな。ズドン。開いた。てめえ、おれ、てめえ、おれ、ナイス。いいね、キャンセル。逃げて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 、食らうかよ。ミスんじゃねえぞ、頑張ります。へー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 。なるほど。ポイントの表示は出てないですね、ちなみに。こいつ終わらせます。ここで振動で詰める。詰めてダメージを。ある程度利用してね。終わりだ。よし、ナイス。いやー、いいよ。まあまあかな。バッチリじゃないですか。テクタイト10個いらねえ。いらねえ、テクタイト10個全部倒した。よし、もう文句なしのトップ賞。ほんまやで。ここでルーイン来いや。ツイスターズ、よし。久々のスクランブルバトル盛り上がったな。今日の結果と総合ランキングはいつもの通知を待ちな。それじゃあな。よし、っていうことは勝ったってことでいいの、今回の記録は。え、ポイント少ね。解体されてたまる回すら、っていうか3万すら届いてないやん。6万。え、どうやって集めんねん、こんなもん。え、無理ゲーじゃなかった。今日の通知が来た。勢力争い勝利はツイスターズ。トップチームはルーイン。トップには変化なし。はい、ルーイン今日は何もしてないじゃん。ルーイン、めちゃくちゃポイントすごいな。そんなに差があったの。お、でも俺たち今2位だ。2位まで来た。昨日ビリでターゲットを倒して今日はトップだからか。一気に。明日はどのゲームになるんですかね。
内容によっては我々が逆転できたり。ちょっと待って、あれ6万無理じゃない？いけんじゃない？今2位ならやばい感じ。トップならゲームを抜けられますな。それよ、なぎせん、一番大事なとこ。あなたに言ってません。トップいけるのか。言ってたよ、今絶対言ってたよ。気のせいですね。そうだ、戦い方が悪かったんかな。俺の目見なかった。くそ悔しいな。それは絶対ないです。ゲームに参加してるのか。なぜなら今も見てないし。いや、会話しようよ。じゃあスワローさんも俺たちと同時に死んだってこと。住む世界違うんで。そうやね。いや、大体一緒でしょ。そうなんすよ、切り替わりがおかしいもんね。普通ないよ。すごい偶然ってことになる。一から説明します。長くなりますが。ああ、そこは産業でお願い。やり取りは不具合かなんかだろうな。そう片付けるのか。 RG に戻ったらそれも元に戻る。そっちで片付けるのか。うん、やっぱ戻れた方がいい。あ、リンドウもやる気になった。戦う前の想像に怯えるな。アナザーさん。うん、アナザーさん、なんかいい言葉だよね。あのデブが言ったのスワローさんか。え、モトイさん。モトイさん、アナザーさんや。情報、情報を共有しますね。ルーインのススキチは白黒はっきりしないことを聞かれるのが苦手なんだそうです。直接得た情報じゃないんだけど、そういう質問をされると戦いに集中できなくなるんだとか。特に彼の大好きなリバーシの X 打ちって言葉、スースキチはずっと答えを探しているらしいよ。この情報が役に立つといいな。明日がいい日になりますように。ええ声。空を見上げたらそこにあるのはアナザーさん。空気、あの補正がすごいです。アナザーさん、モトイさん、連絡来たの。ルーインの情報、ススキチの苦手なものって。何それ、そんなの教えてくれたの。応援されてるってことだよな、ルーインと戦うの。まあそうだね、任されるのもあれとは思いますが。狙うべきか。狙って勝っちゃおうぜ、リンド。だって来週もゲームとか、ほんとなくない？それはどう？まあね、それはそうだ。そういえばスワローさんはその後連絡取った？まあ普通に話せてる。聞いてないの？友人にのって。聞けってもう。まだ聞いてない。もし他のチームにいるとしたら敵になるし。そこよ、俺らの動きも教えない方がいいんじゃない？え？敵かもしんないわけじゃん。まあまあ、通信の不具合とかそういう系かもだし。いや、一人だけ？そんな偶然なくない？さすがに。そうやね。まあ、でも黙ってんな、なぎちゃんがずっと。めちゃくちゃ普通に話してんのに。まだダメか。なんかスマホ見てる。お？スワローさん？でもいるのは分かってるから。あとはこの見たことない壁を突破するだけ。絶対助けるよ。あうあう。誰今の？どうよ占い師さん。はあ、探し人はまだ見つからない。簡単には無理そう。どこに隠れてやがんだ？候補はだいぶ絞れてきてるはずだがな。いまだに白とも黒ともつかねえ。姿を現してない可能性もあるかも。なんとも言えねえな。占ってみるわ。もう少しただ時間ちょうだい。こっちにお客さん来るとは思わなかったな。あれは何？ルーインのリーダーなのか？いや、ちょっとスクランブルのポイント悔しいな。なんなんや。戦い方が下手やったってことやんね。めっちゃ悔しいな。お、バッジが2つ、あのマークですね。さあ最終日ですよ、7日目。最終日か。はい。おーっす、リンド、トップ取ってそのまま終わろう。なに、なに、いけんのかな。リンちゃんもさリンちゃん、ルーインがどんくらい強いか直接知んないし。それが今日わかるわけじゃん。直接対決させてくれんのかな。もう一周あれやるとかなくない？まあやりたくやりたくはないね。確かにでしょうよ。カノンさんにも期待されたからね。やるしかないわけ、俺たちは。そうやね。大舞台と考えると緊張はするが。え、緊張してはるやん、ナギさん。わいは今友波様と共にある。共にある。友波様と共にある。大丈夫大丈夫大丈夫。
れじゃ緊張してるやん。こういう感じになってそろそろ通知か。ええやん別にミスってももう一周やりゃええねんから。2秒後にな南本さん。2秒後にな南本様来たよ。さあ本日の通知は最終日、強者の引きずり落としに最大評価を与える。おーじゃあもう完璧やん、一番いいやん。自分たちより上位のチームを倒したら高ポイント。はい、つまり俺たちはルーインを狙うしかない。完璧やん。どうやって探せばいいんだ、うん、その辺歩いてんのかな。ポルルンん、ポルルン、え、お、俺を倒したいわだろ。意味わかんねえ。打ち水？何何？俺を倒したいわだろ。ちょっと遊ぼうぜって書こう、来たかったかな。遊ぼう、遊ぼうぜって書きたいのか。マジかススキッチ、落ち着いて文字打って。あれ自撮り、ここにいるよみたいな、ここにいるよ的な。あ、そうなん、自撮り俺は芋ここだ追いけけて追い追いかけて。文字打つの苦手なんかな。苦手っぽいな。でかそうだもんな。そんでススキッチはここだってこと。あ、丸焼きのところや。どこだこれ。でか野郎め、すまん、でか野郎出しやがって。ゼプトグラムども、ベクトル計算はお前らがやれ。最終的には絶対収束だ。了解です。あ、何言ってか分かりませんけど。なるほど。奇数の輪がわかんねえ。まあさ、とりあえず行きますか。よし。なんかまた来た。え、あ、いや違う、スワローさんか。スワローさん、あ、いや、どのチームにいるのか聞いた。これから聞けや早くもう。あ、じゃあ分かったら教えてくれよな。うん。歪みの関数が、いや、まあルーインの可能性はかなり高いな標本抽出が鍵だな。標本抽出、不穏な言葉がもう、うん、だな、だな。スワローさん、今日はボスと戦うよ。うまくいったらこれでゲームが終われるかな。記録はつかない。ルーインを倒す、言うてモテるね、もう完全に。どうしましょうか。まあ一応新商品もまた見に行って、ガラガラも新商品入ってましたよね、確か。いらっしゃいませ。いや、これは持ってんの。ありがとうございました。食い物もまあ食いたいんですけど。いらっしゃいませ。軽めに、軽めの朝食取っといて。いた、おいしい。また戦闘も多くなりますよね、間違いなく。集中だ。なのでちょっとあとは戦ったことない系のスキャンするぞ。ノイズがおらんかも確認。面接集中だ。あ、スマブラや、スマブラ、スマブラやれへんのかな。スキャンするぞ。このルート、スマブラやりたい。いらっしゃいませ。あ、ありがとうございました。何、なんかちょっと照れてる？何？集中だ。好きな。新しいノイズはおらんっぽいっすね。スキャンするぞ。なんか見たことあるノイズシンボルばっかですね。ロックを解除していかなければいけないっぽいので。さあ。はい、ミッションだ。このエリアで2連戦してこい。2連戦だ、簡単だわ。飛ばしすぎんなよ。はいはいはい。あっち側も聞いてみようか。よう。はい、ガラガラでコーデだ。ハット、トップス、ボトムス、シューズ、アクセサリー、全てをガラガラのアイテムで揃えてもらう。了解。これは簡単、ガラガラコーデ。よし、ガラガラコーデは一番簡単、めんどくさいけど。
ちょっと待ってよ。ガラガラを装備してる人がいると鬱陶しいから。誰か、多分こいつがガラガラ一番好きっぽいですけどね。シンクロチャンス時間、あ、これここなんや、ここなんや。ガラガラ、ガラガラはこれですね。これこんな感じかな。ガラガラオッケー。どうよ。よし、ガラガラこうでオッケーなあ。お前らルイに挑むのか。まあさすが怖いもの知らずだな。そういう印象なんや。1万円ありがとうございます。そういう印象なんすね。やっぱ強い。イケてる？イケてるよ。似合ってるか？結構モノクロでいった。装備 OK。 戦闘力アップ。よし、さあ2連戦だ。2連戦と言わず5連戦ぐらいしましょうよ。上がってこんかい。こんなイデアルに興味あれ。ドロップレート150。一応まあ見たことないノイズがおるかどうかも確認やね。我々ならば勝てるかと。数が多い。数が多いですね。順調だな。まあ知れてるけどねーと。本当にフレットちゃんが全部始末してくれるので。ナイスフレット。この程度か。完璧ですね。ナイス。強いフレットの火力を最大まで持っていきたいから、服装もフレット、ちょっとまあ後ほどですけど、アタックアップ重視でいこうかな。いや食らうわ。全力でついてきな。よくとよりマシか。俺あかあか、危ない。ありがとうございます。ゴン、オッケー。カエルが休んどる。よっしゃ、行きまーす。よくとよく続けていこう。リンドよろしく。はいはいはい。爆弾ドン。あとはフレットお任せします。ナイス。ねじ込む。よし、次。よし、いける。オッケー、ナイス。後悔させてやる。ナイスです。完璧です。この程度か。いきますか。続けていこう。よし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 、気持ちいい。すげー、知ってるやつばっかりやからな。種類がしょぼいんすよね。数多い。数が多いときは一気にシンクロを貯めて。やめたれ、やめたれ。こらおいおい、悪くね。完璧、全力でついてきな。うん、バッチリ。よし、バッチ25個。次サソリ。なんとかなりそうだな。カエルが守ってるサソリね。待て、サソリ先行きましょう。悪くね、完璧。
悪くねえ。うわだ元気だ。そうでナイス。ナイス。強い。めちゃくちゃ強い。よし、いや強なってきたわ。いいいいいい。まあまあかな。これで進化させない。お、モノクロ踊り行こう。これ装備して戦ってるから多分上がってるんですよね。これを爆弾強い系に戻してプロミネンスパンチ行くか。一応レベル上げも兼ねて。あとは新しいバチなんかありましたっけ。これか、これや、飛び出し強い、これや。これ使うか、一応使うか。 ZR なんでビリビリを使っちゃうんですよね。まあまあいいか。スキャンするぞ。多少ね、ちょっと頑張って。まあ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 、ブレッドさえ弱体化させなければ今うちのチームは強いんですけど、まあフレッドの一個をマスターさせたいバッチがあるんだな。すげえすげえ、すごいぞこれ。何これ、完璧ですね。パンチパンチパンチ、よえー、ナイスフォロー。すんごいこれ、バスこれすごいすごいすごい。サンキュー、バスこれ。大丈夫だよな。大丈夫ですよ。バスこれこれ。バスこれこれ。それで正解だ。厳しいなこれは。やっぱ食らうね。厳しいですね。近距離すぎんのよ。ああ。いやー厳しいね。厳しい。そんなに速くもないしね、攻撃。当然だ。厳しい感じはします。まあまあいいんじゃないですか。ロックを解除。よし、結果を楽しみにしてるぜ。はい、じゃあ次のエリアに行きましょう。ちなみにススキチがおるのはどこだ、ここや、千鳥足会館前ですね。新商品入荷とか出てるわ。モノクロ新商品入荷、新商品入荷。ではこっち通って、スペイン坂通っていきますかね。オッケー、ご飯も食べないといけないですし。はい、じゃあ次回ここから行きます。